ばんは、シャーロットの皆さん。そしてようこそ、この食べ物ゲームに。今日はここで、この二人のシェフは、秘密の食材で特別な食事を作ります。今日の食材は何でしょうか？一時間だけにこの食材でいい食事を作りなければいけません。そして、この二人のシェフは、メルナさんとジョイさんです。こんばんは、メルナアユと申します。10年間調理されています。私は有名な家のシェフです。よろしくお願いします。こんばんは、ジョイと申します。これは私の初めての料理です。そして今日の食材は卵です。卵で何を作るのか見せてもらいましょうか。メルナさん、ジョイさん。前菜が完成しましたね。さあ、この料理をつばく人はティーダ・モニクさんです。よろしく。モニクさんは有名なシェフなんだけど、ちょっと厳しいなジャッジです。さあ、メルナさん、何を作りましたか？今日は簡単な卵焼き前菜を作りました。お楽しみください。これは実に美味しそうです。いただきます。メルナさんの料理はすごい。卵は柔らかくて風味豊かなです。次はジョイの卵です。この面白いそうです。私はこれが何であるかはよくわからないですが、お楽しみください。あ、これはすごくまずいです。ジョイさんの料理は、すっごいよくありません。次はアントレです。初めてのはメルナさんの
今、小橋親子団を作りました。お楽しみください。やっぱり、料理は素晴らしい。ジョイさんの食事です。私はカツ丼を用意しました。お楽しみください。生クリームみたい。料理が冷めないうちに召し上がってください。すみません。で、気持ち悪い。お腹が痛い。病気のために生姜を合わせるよりに仕方がない。でもしなければいいですね。でもまだ見てください。